唯一スイング中動かないポイントっていうのが反作用で動いていく、10度ぐらいの角度で右に傾いていく。トップ完了で左踏んでるっていうだとちょっと遅い、ちょっと右に跳ねてきましたよね、はい、動かすのは全て足っていうこと、伏せて構えることで跳ねやすくなりました。じゃあ早速レッスンの方ね、はい、入っていきたいと思うんですが、はい、じゃあまずどんな練習からまた、まずはだから、軸ですね。最初のカウンセリングで大橋さんの軸、はいはい、セットアップの軸どうなってたか覚えてますか？まあ、垂直ですね。垂直でした、はい、だから垂直が正しいと思われてる方結構見てる方も多いと思うんですよ。こうやってまっすぐの方がいいっていうことなんですけど、必ずゴルフのグリップっていうのは右と左の持つ位置がずれてますから、はい、必ず右肩が下がるんですよね。ですからその分だけちょっと軸を、右に傾けてあげないといけない。まあ一般的にプロの平均でいうと垂直のところを基準にすると10度ぐらいの角度で右に傾いていく。この右傾きの軸、この軸でバックスイングに入ってきます、うん、大橋さんは少しこうまっすぐだったんで、ここからはどっちかというと軸がこう左に傾いている状態だったんですよね、はい、ですから今日はまず構えから構えからですね、はいはい、じゃあちょっとやっていきましょう。もともと大橋さんのスイングってアウトサイドインだったんですよね、はい、であれをちょっと前回のレッスンで手の軌道をインサイドからしていったんですけど、はい、基本的にこの構えができればクラブがインサイドから入ってきやすくなります、はいはい、こうやって顎の鼻筋からですねこの垂直の線を下ろすとですね、まあ、当然おへそと、まあ、全部こうまっすぐ揃ってくると思うんですけれども、構えっていうのはこのベルトのバックルの位置がちょっと真ん中から左にずれます。その分だけちょっと鼻筋がセンターで右にずれてくる。そうすることによって約10度のこういう角度がついてきますね。ですからよく間違えちゃうのがですね、このまだまだの状態でこうやって右に倒してしまうとこれは少し違う感じになってしまいますので、はい、まずはこのお腹の位置をちょっと左にずらしてあげる。でなおかつこの鼻を少し右に、そうすることで全体のバランスがセンターに取れますので、じゃあちょっとやってみましょうか、はい、この状態で、はい、少し右にずらします。その分だけ右に、はい、そうすると大体この正面から見るとこの背骨の角度が約10度ぐらいの傾きになります、はい、どうですか感覚的には。かなりなんかちょっと違和感が、違和感ありますね、はい、すごい右からボールを見てる感じだと思うんですけど、はい、バックスイングではこの回転のこの軸を中心にバックスイングしていきます。はい、バックスイングします。はい、多い状態ですね、はい、これもかなり違和感です。もう一回いきましょう、はい、普段はバックスイングでしょう。はい、バックスイングします、はい、こっちの方が自然ですよね、はい、はい、自然ですよね、はい、はい、じゃなくて、はい、ずらします。でこの状態でバックスイングです。はい、こういうバックスイングですね、はい、はい、大橋さんのそのバックスイングの少し癖として、まあ顔がこうなるっていうのと腰が右に流れるっていう動きがあったんですけど、はい、この部分がだいぶ改善されてきます。で今までこうまっすぐ構えてた方がこのこれだけをやるとフックラブのフェース面が開いてしまいますんで、この時にしっかりこの状態でフェースの面がスクエアにセットするようにちょっと握り替えてください、はい、うん、じゃあちょっとこれでボールって言いましょうか、はい、よいしょ。今どうですか、打った感じ。今までよりは最初は体的には窮屈な感じしたんですけど、はいはいはい、ね、ここから帰ってくるときに回転しやすくなった、はい、しやすかったですね、はい、特に前回手の軌道、クラブの軌道をやってるんですごく分かりやすいと思うんですけど、クラブをインサイドから振ろうと思ったときに、はい、今のセットになっていた方がクラブがインサイドから入りやすいと、はい、いうことが分かると思います。はい、あとはこの体の回転をどうやってやっていくのかっていうことなんですよね、はい、最初大橋さんはバックスイングで垂直に構えてあまり回転ができなかったんですね、はい、どちらかというと右の動きがすごい大きかったんです、はいはい、回転というよりはただ右にスライドしてたっていうだけなので、少しこのボールの当たりが悪かったんですけれども、正しくやっぱり、バックスイングをしていくと、まあ、この状態ですよね。ここでいくと右のこの骨盤が流れないとこういう状態でバックスイングをしていくと、はい、これっていうのはじゃあどういうことかというと、後ろから見ると単純にこの右の腰が後ろに回っていくだけなんですよね、はい、ですからこの膝アドレスの位置では多少こう右リラックスした状態で曲がってるんですけれども、バックスイングテイクバックをしていくにつれてしっかり右の膝が伸びていきながら腰が後ろに行くっていうのは正しいです、
トップの位置では右のかかとに体重が乗ってきますから、今度ダウンスイングでは左に体重移動しながら、左にこの回転の軸を中心に、左のかかとを踏んで、今度は左のかかとを、左の腰を回していきます。ですから何が言いたいかっていうと、骨盤自体は筋肉がついてないので、ここを動かさなきゃいけないんですけど、動かすのは全て。